皆様、真行寺のオンラインお寺参りにようこそお参りくださいました。オンラインお寺参りでは、浄土真宗でよくお唱えされる正真念仏偈の内容について解説をしています。日々を安らかに、人生を心豊かに過ごすような仏典となれば幸いです。さて、前回からは正真偈の如来正意光出世から往診如来如実言までの4句について見ています。前回この4句の言葉の意味と概要について見てきました。今回はこれらの言葉に込められた心をもう少し詳しく見ていきたいと思います。テーマはお念仏の教えとの出会いです。それでは早速見ていきましょう。寺小屋チャンネル。ではまず、如来正意光出世唯説見出本願会という言葉をご覧ください。今回はこの言葉を中心に見ていきます。書き下し文にするとこのようになります。如来世に光出したまう家はただ弥陀の本願会を説かんとなり。この文章を意訳するとこのような意味になります。お釈迦様がこの世にお出になられたのは、迷い苦しむ者を救うという阿弥陀仏の願いを我々に説き伝えてくださるためでした。お釈迦様がこの世にお出になられたのは、ただ阿弥陀仏の救いを説き伝えるためだった。親鸞聖人はそのように受け止められ、正真偈に如来正意光出世唯説見出本願会と記されています。さて、お釈迦様は今から約2500年前に生まれ、現在のインドやネパールあたりを中心に活動された実在の人物とされています。お釈迦様は釈迦族という一族の王子として誕生します。釈迦族の聖者、清らかな人という意味から、お釈迦様や釈尊と言われています。お釈迦様は王子としてお城に住み、経済的物質的に恵まれた生活を送っていたと言われています。しかし、この人生を何のために生きているのだろうかと深く悩み、道を求めて出家をなさったそうです。そしてご修行の後に真理を悟ったと言われています。真理を悟った人、真理に目覚めた人という意味からブッダとも言われます。お釈迦様は悟りを開かれた後、各地を回り、さまざまな教えを説かれました。お釈迦様が亡くなられた後、有力弟子を中心にお釈迦様がお説きになられた言葉を記録しておこうと編纂事業がなされます。そのお釈迦様の説法をまとめたものが現代に伝わるお経です。その後、数百年と時間をかけながら教えが徐々に体系化されていきます。お経は8万四千の法門とも言われ、8万四千種類もあるとも言われます。この8万四千という数字は無数にあることを指した言葉です。それはつまり、お経の数や教えの内容は膨大な数があることを表しています。数ある教えの中で、どの教えがその時代に適しているのか、どの教えがお釈迦様が特に説かれたいことだったのか、仏教を拠り所とする人々の中で そうした議論があり、教えをもとに徐々に学派や宗派が分かれています。お釈迦様が説かれた数ある教えの中に、阿弥陀仏という仏様の救いについて説かれた経典があります。浄土真宗においては、その阿弥陀仏の救いについて説かれた教えをとても大切にしています。本願寺から出版されている日常言行聖典というお経をまとめた聖典がありますが、その最初の方に浄土真宗の経書という部分があります。この経書の聖典という項目には、浄土真宗で根本とするお経が書いてあります。どう書いてあるかというと、釈迦如来が説かれた浄土三部経とあります。そして続いて、仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経と書かれています。
この仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経という3つのお経を浄土真宗では根本の経典とし、特に大切にしています。浄土三部経とは、これら3つのお経をまとめた言い方です。お釈迦様が一生涯の中で説かれたかった教えとは、これら浄土三部経の経典に説かれている阿弥陀仏の救い、お念仏の教えではなかったか、親鸞聖人はそのように見られています。だからこそ浄土真宗においては、これらのお経を根本の経典として特に大切にしているんですね。改めて正真偈の如来正意光出世唯説弥陀本願会という言葉を見てみましょう。お釈迦様がこの世にお出になられたのは、ただ阿弥陀仏の救いを説き伝えるためだった。親鸞聖人はそのように受け止められ、正真偈に如来正意光出世唯説弥陀本願会と記されています。しかし、なぜ親鸞聖人はお釈迦様がこの世にお出になられたのは、ただ阿弥陀仏の救いを説き伝えるためだった、そのように思われたのでしょうか。なぜ正真偈にこの言葉を記されたのでしょうか。それを知るため、ここからは親鸞聖人のお念仏の教えとの出会いについて見ていきましょう。親鸞聖人は9歳で親元を離れ、お寺に預けられました。得道してお坊さんとなり、そこから29歳まで約20年にわたり比叡山にいて仏道修行に励まれたと言われています。親鸞聖人は比叡山にいて道僧を務めていたとも言われています。当時の道僧とはどういうことを行っていたのか、はっきりとわからないそうですが、一説には上行三昧を行っていたのではないかと言われています。上行三昧とは、上行三昧堂というお堂にこもり、90日間ご本尊である阿弥陀仏の周囲をお念仏を唱えながら回り続けるという行だといいます。その行の間、座ることも横になることもできない、とても過酷な行と言われています。比叡山時代の親鸞聖人が行われていたことは、詳しくは分かっていませんが、お釈迦様が説かれた数々のお経について学ばれ、そこに記されている修行に励まれていたことは確かなことでしょう。後に親鸞聖人が書かれた書物などを拝見すると、仏法に対する理解の深さが現れています。しかし、仏法を学び仏道修行に励もうとも、一向に仏の悟りを開けない、欲や怒りなどの煩悩が一向に収まらない、そんな自分自身に親鸞聖人は深く悩まれます。そして29歳の時に、失意と絶望の中、比叡山を下山されたと伝わっています。それから親鸞聖人は京都の六角堂に約100日間参籠され、その後法然上人の下で阿弥陀仏の救い、お念仏の教えに出会うことになります。親鸞聖人は法然上人の弟子となられます。その法然上人とは、親鸞聖人と同じように比叡山にて仏法を学ばれ、仏道修行に励まれた方でした。知恵第一の法然坊と言われるほど経典を読み、仏法に精通された方でした。しかし、そんな法然上人でも戒を守り続ける難しさを実感されたり、また煩悩を抱える人々が仏の悟りを開いていく仏道があるのかという問題に悩まれたといいます。そして来る日も経典やお経の解説書を読む中で、阿弥陀仏の救い、お念仏の教えに出会われます。欲や怒りや愚かさといった煩悩を抱えたままでも阿弥陀仏に帰依し、名も阿弥陀仏とお念仏を唱え救われていく、浄土という仏の国に行き生まれ、安らかな仏の悟りを開いていく、
法然上人はそうしたお念仏の教えに出会われます。阿弥陀仏という仏様は悩み迷い苦しむすべてのものを救おうとなさる仏様であった。欲や怒りや愚かさといった煩悩を抱え迷い苦しんでいるものを救おうと願い立ち上がってくださった仏様だった。法然上人はそれまでにも阿弥陀仏の救いが説かれた経典や解説書は何度となく読まれていたはずです。しかし煩悩を抱える自らや人々が仏の悟りを開くことのできる仏道があるのかという悩みの中で新たな視点からお念仏の教えに出会い直されたことではないでしょうか。阿弥陀仏という仏様とは迷い苦しむすべてのものを救おうとなさる仏様であった。欲や怒りや愚かさといった煩悩を抱え迷い苦しんでいるものを救おうと願い立ち上がってくださった仏様だった。阿弥陀仏の救いによって煩悩を抱えた者が仏の悟りに至る道がそこに開かれていきます。法然上人は親鸞上人より40歳ほど年齢が上です。親鸞上人よりも前に親鸞上人と同じような悩みを経験された方でした。そして煩悩を抱えた者が仏の悟りを開くという仏道の在り方を確立された方でした。親鸞上人が失意と絶望の中比叡山を下山された頃、法然上人はすでに浄土宗という宗派を起こされ京都東山の吉水というところを中心に人々にお念仏の教えを伝え進めておられました。親鸞上人はその法然上人のもとを訪ね毎日のようにお念仏の教えを聞かれたといいます。法然上人を通して親鸞上人もまたお念仏の教えに出会っていかれます。親鸞上人は比叡山におられた頃は余川という場所でご修行なさったと言われています。この余川という場所はお念仏の教えが豊かな場所です。ですから親鸞上人も以前から阿弥陀仏の救いについて説かれた経典や解説書は何度も読まれていたはずです。その時にはお念仏の教えを生きる拠り所とはされてはいませんでした。しかし仏法を学び仏道修行に励もうとも一向に仏の悟りを開けない、欲や怒りなどの煩悩を抱えた自分自身に深く悩む、親鸞上人はそのような失意や絶望を経験した後に法然上人のもとでお念仏の教えを聞かれます。その時に親鸞上人もまた新たな視点からお念仏の教えに出会い直されたのではないでしょうか。欲や怒りや愚かさといった煩悩を抱えたままでも阿弥陀仏に帰依し南無阿弥陀仏とお念仏を唱え救われていく、浄土という仏の国に行き生まれ仏の悟りを開いていく、そうした法然上人の説かれる阿弥陀仏の救いお念仏の教えに出会い直すことによって煩悩を抱えた自らが仏の悟りを開く道、仏の悟りに至る道がそこに開かれてきたのではないでしょうか。親鸞上人はお念仏の教えに出会った喜びをこのように表現しておられます。ここに愚徳釈の親鸞喜ばしいから聖番月子の昇天当下自治域の子爵に会い難くして今会うことを得たり聞き難くしてすでに聞くことを得たり、愚かな私親鸞は喜ばしいことにインドの聖典や中国日本の祖師方の解説書に会い難いのに今会うことができました、聞き難いのに聞くことができました。ここに挙げられている昇天聖典とはお釈迦様が説かれた浄土三部経、仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経のことを指しています。そこには阿弥陀仏の救いお念仏の教えが説かれています。そしてそれを伝えてくださったインド、中国、日本の祖師方とは法然上人も含む七高僧という7人の高僧の存在であり、
その七高僧が書かれたお経の解説書のことを指しています。お釈迦様や七高僧、そうした方々のおかげで私親鸞はお念仏の教えに出会うことができました。そういう喜びがこの文章には綴られています。仏法を学び仏道修行に励もうとも一向に仏の悟りを開けない。欲や怒りなどの煩悩が一向に収まらない。親鸞上人はそんな自分に自身に深く悩まれます。しかし阿弥陀仏という仏様とは迷い苦しむすべてのものを救おうとなさる仏様であった。欲や怒りや愚かさといった煩悩を抱え迷い苦しんでいるものを救おうと願い立ち上がってくださった仏様であった。そうした阿弥陀仏の救い、お念仏の教えに親鸞上人は法然上人のもとで出会い、仏の悟りに至る道が開かれていきました。そしてそうした阿弥陀仏の救い、お念仏の教えを説かれたのはお釈迦様であり、お釈迦様はそうしたお念仏の教えを説かれるためにこのようにお出になられたのではないか。親鸞上人はそのように受け止められ、正真偈に如来正意高出世唯説弥陀本願会と記されたのではないでしょうか。寺小屋チャンネル、いかがだったでしょうか。今回はお念仏の教えとの出会いというテーマでお話をさせていただきました。なぜ親鸞上人はお釈迦様がこの世にお出になられたのはただ阿弥陀仏の救いを説き伝えるためだったと思われたのか、なぜ正真偈に如来正意高出世唯説弥陀本願会と記されたのか、それを知るために親鸞上人のお念仏の教えとの出会いについて見ていきました。皆様はどのように感じられたでしょうか。また今回の内容に関わることとして末法という考え方があります。次回はそうしたことについて見ていきたいと思います。本日も真行寺のオンラインお寺参りにようこそお参りくださいました。